さあ、今夜もプロレス中継を行ってまいりましょう。今夜はサバイバル飛びた対マイティ井上という超ウルトラ異色対決です。この2人が交わることは間違いなくないでしょう。さあ、試合が始まりましたが、意外とこのサバイバル飛びたが、いい味を出してくれるはずなんですが、さあ今日はどうなりますか。まずは先手を取ったのはマイティ井上、しかしサバイバル飛びたも返していく。パンチと、あ、プレイしたところ、あ、しかし、サバイバル飛びたとしては、エルボー、そして、キック、ラフタップをでいきたい。出ました、マイティ井上、さすが出ました。このサマーソルトドロップをいかに出せるか。ダブルスープレックスが決まったのはマイティ井上。サバイバル飛びたはラフサッポーで行きたいが、マイティがこれを丸め込んでいけるかという戦いになります。力比べではマイティが勝ちましたが、マイティ井上としては早くダメージを削って丸め込みの、サッポーに結びつけていきたいところ。さあ、ここは足を取って逆エビ固めが入りましたが、ギブアップ一つで返していきました。ロープに乗って、ショルダースルー。サバイバル飛びたとしては、意外と、厳しい技も持っているので、そこに持っていけるか。さあ、腕を決めていきました。マイティ井上は腕を、一点集中という形じゃなく、丸め込みに行くまでの間につなぎ技として腕攻撃を使います。さあ、お互いロープ投げていきます。ショルダータックルがあって、さあ足を取っていった。マイティ、この技はいいですね。見た目もかっこいいしね。たくさんの選手が使ってます。さあ、もう一度腕を取って、サバイバル飛びたは、あ、ここでインプラント DDT が決まってしまった。サバイバル飛びたはかなり序盤で大技を出す癖がありますからね、トンパチの。しかしマイティ井上はエビ固めで返していきます。さあ、ロープに取ったらコーナーにタオル持たれた。そしてボディに決めました。マイティ井上、ボディにパンチを食らわしてからエビ固め、流れるような攻撃です。さあ、今度はまたもコーナーに、しかしサバイバル飛びは返して、パイルドライバーが決まってしまった。これはマイティ井上のペースがつかめそうでつかめない。さあ、確実に腕にダメージを与えているのはマイティ井上の方。これは多少なりともエルボーの攻撃が弱くなる。あ、しかしまだサバイバル飛びたも余裕がある。ロープ投げられるが、アームホイップで倒される。投げられた後、お、出ました、丸め込みです。飛びついての丸め込みが出たところで、さあ、この辺からマイティ井上としては丸め込みの技を出したいところ。 DDT で返す。サバイバル飛びたも DDT で返していきます。そして、おっと、出ました、ファイヤー攻撃出ました。当たりませんでしたけども、これはかなり、もうこのペースまで来たか。さあ、殴りになった。エルボーでサバイバル飛びたが倒す、しかも取れない。そしてローリングのラリアットからフォール。まだ大丈夫か。2で返しました。これはマイティ井上かなり面食らったのではないでしょうか。そしてパイルドライバー系に1回ところが返されました。そしてサマーソルトドロップで返した後にキーロックです。腕の攻撃にうまくつなげています。理にかなった攻撃でしょう。お、逆さ抑え込みに入った、ワン。しかしここでワンで返します。サバイバル飛びたもこの辺ではまだ大丈夫でしょう。寝技に持ち込もうとするのも返します。さあ、腕を取って、あ、ここで2段階まで行きましたね。さらに、あ、素晴らしい、流れるような一点集中で攻撃。しかし再びインプラント DDT が出てしまった。ここはマイティの上かなり厳しいバックを取られた。しかし丸み込む、前方回転。さあ、サバイバル飛びたはちょっと攻め疲れが見えてきました。ファックユーですね。中指一本立てました。刺してロープに飛んで振りかぶってのダブルチョップ。さあ、あっと、出ました、チェアーズイリュージョン。さあ、どうなんだ、なんだこれはという顔をしているマイティの上の顔が素晴らしい。これは、しかしまだまだ大丈夫ですね。
ここで井上としては腕を攻撃をもうこのまま続けたい。あ、しかしロープ際ブレーキが入ってしまった。さあここからどうなる。組み合ってチアーズイリュージョン、しかしこれはすぐに捨てた。素晴らしい、すぐですポイッと捨てました。さあブレンバーさんに期待が、飛びたが返す。マイティングがリング外に落ちてしまった。カウントが入ります。さあ椅子を持ち上げた、これ本当の椅子です。しかし落とした。しかしその椅子の上に行くような形でまたしても DDT が決まってしまった。フルスイング、サバイバル飛びたフルスイングでマイティの上に決めました。ここで丸め込んでも意味がない。15 16。さあ椅子を持ち込んだ。17で上がりました。ヘッドバットを出しました。サバイバル飛びたラリアットが決まった。カウント、あー2で返します。マイティの上、まだまだここでは負けられません。さあ中央に持っていって、サマーソルトドロップを一発出して韓国固め。ここで足に移行するという形でしょうか。一点集中は崩れるかもしれませんが、ペースは握ってます。そして足をまた取って、倒したところでバックを取って、あーしかし金敵があります。サバイバル飛びたはこれがあります。さあサバイバル飛びた行こうとするが丸め込まれる。ワン2で返します。しかしこれはサバイバル飛びたとしては気力が、さあマイティの上もフォームされる。あーっとここで決まってしまった。なんということでしょう、サバイバル飛びた無理やりな、むちゃくちゃな試合をやってくれました。というわけで本日の試合は試合評価 81%、 サバイバル飛びたの勝利でございました。ではまた。